況なんですけれども、じゃじゃん、後でぜひ YouTube でもご確認いただきたいんですけれども、水着の早着せ早脱がせ対決、今日は脱がす方でございます。私の隣にはこんがり開けたマネキンちゃんがね、水着マネキンがこちらにいるんですけれども、いいですよ、可愛らしい、ちょっとね、2枚重ねタイプのビキニを身にまとっております。こちらですね、このバンダイシティビルボードプレイス BP2 の1階特設エリアにオープンしております。水着は紫さん、8月19日まで期間限定でオープンしてるんですけれども、そちらからお借りしてきております。最旬水着がおよそ2000枚と超ボリュームラインナップ、私も数点買わせていただいておりますけれども、ちまって結構早かったらしいですね。さすがですよね、本当に。どっちかというと私脱がせられる方のタイプですから、あ、そういうのいらない。なんでみんなこう鼻でふんみたいなね。だってそうでしょ、実際に考えたらね。変わります。あ、なんでそんな触りまくってんの。だってあのね、マネキンのボディってすごい体してるんですよね。割りたいわ、こうやって縦に。じゃあそれでは早速、私が、でもこれ結構2枚重ねだからな、どれぐらい脱がせられるでしょう。じゃあ行ってみたいと思います。それではよーい、スタート。あ、いや恥ずかしい。これ一気にいっちゃえばいいでしょ、これ。大丈夫かな。え、いいの、こんな脱がせ方で。はい、できた。終わり。うん。早い。早い。もしかして早い。すげえ。あ、でも、そうね。ちょっと。まず一枚ずつやって。あ、一枚ずつ、あ、いや、それ好みが出ちゃうんじゃないの、そういうのって。あ、そっか、私結構ワイルドに脱がしちゃう。そっか、じゃあ私結構早かったのか。じゃあまあ明日は着てる方で行きたいと思います。今あらわになったボディがあるんですけれども、ぜひあの素敵な水着をね、ご所望の方、水着は紫さん、19日日曜日までオープンでございます。そして素敵なビキニギャルが集まるイベント、ジムビーチ、はい、今度の日曜日でございます。8月5日長岡市田中央海岸で開催となっている、真夏のビーチで行われるスノーボーダーの賞金大会ですからね、ぜひ皆さん遊びに来てください。私も水着で当日は MC を行いまして、楽しみたいと思います。しかもあのあれらしいですよ、あの会場、あのまあ櫓組んでスノーボーダーが滑るあのステージは作るんですけど、ちょっとした雪山を作って子供たちが一人で遊べるような施設も作るということなんで、ぜひあのご家族で8月5日遊びに来ていただけると思い切り満喫できると思います。あ、こういうのいらない。いらないね。はい、いらなかったです。ぜひ、あの、後ほど、番組終了後ですね、YouTube ご確認いただけると、千葉市の模様と、私、上村智介の模様がご覧いただけると思いますので、チェックしてみてください。以上、千葉ともバトルスプラッシュのコーナーでした。